さあ皆さん始まりました。8月の5日今が11時47分。いつも通りマーケットの分析あるんだけども、日経平均33円。昨日上がったけど、現状200円ぐらいまた下がってます。アメリカ、最終的にマイナスに沈んで、アップルに関しては急落している。アメリカの雇用統計を受けて、まあ、円高も進んでるっていうところで、今141円の70銭台まで下落してるんですよ。マーケット今週大荒れ。夏枯れ相場に向かって下がってるという中で、現状のマーケット、大きく動いてます。 どういう状況なのか、具体的な状況のアップデートをしていきたいと思うので、よろしくお願いします。で、僕に関して言うと、2013年から7年間証券会社に勤めていて、最初本店まで行ってます。で、ボーナス狙ってね、毎年社長賞を取ったりとか、実務経験はしっかりと進んできてるので、そこあたりを踏まえた上で、これからの話よかったら参考にしてもらえたら嬉しいです。皆さんよかったらチャンネル登録と高評価ボタンよろしくお願いします。あと、メンバーシップでね、テクニカルブースと勉強会してるんだけども、 土日限定で再現性のヒントっていう特別な動画を公開してますから、メンバーさんは期日までにね、あの、それ必ず、あの、確認の方よろしくお願いしますという中で、さあやっていこうか、日経平均。まあ、ブレブレですね。この土日でね、あの、どうなるかなんだけど、今週はとりあえず、1200円下がりましたよね。日経平均高値から。きっかけとなったのが、アメリカのやっぱその格下げはい、アメリカ国債の。 トリプル A から WA プラスに、まあ、フィッチが引き下げたことによって、まあ、絶好の理由として売り仕掛けられたというところだとは思います。はい。1200円安。で、今ね、現状日経平均先物220円ぐらい下がってるんですよ、また。なので来週相場またね、あの、弱い動きが予想される中で重要な決算が目白しなんですよね。レーザーテック、ソフトバンクグループ、あと東京エレクトロン。特にハイテック株の決算が最近、すこぶる悪いと。 パラックであったり、金エスが急落してるわけじゃないですか。アドバンテストに関しても、関しても売上高営業利益率が半分の14%になってると。最近ちょっと悪いです。アップルも急落してる、決算盛り。4、5%。はい。時代的にちょっとね、ハイテック株が押される流れになってるんだけども、現状日経平均はパラボリック。このドットチャートは、しの上の方に点灯して、下落トレンド形成。で、5日移動平均線、この水色のラインと25日移動平均線ラインがデッドクロス組みそうになってるんですよね。 で、現状の日経平均のポジション、直近安値ラインももちろん意識されてるんだけども、PR15 倍の理論値、32,064円っていうところも意識されてるような状態なんですよ。なので、ここを割ってくるとね、あの、ちょっとムード悪くなるってくるんだけどね、現状日経平均って PR15 倍の理論値、32,064円と、PR15.5 倍の理論値のレンジ内での動きをずーっと繰り返しているので、そこはね、一つ傾向として、まあ、把握しておいてほしいところかな、っていうふうには思います。 はい。で、あとはそのストキャスティックスは、まあ、売られつきの水準までまだ行ってないし、RSI、まあ、こんな感じ。MacD は依然として、デッドクロス、ギャラクトリンの形成ですよね。依然として、まあ、落ち着かない相場が続いてるっていう状況です。はい。状況です。しかも、最近のその、企業決算、まあ、決算よくて、その後急騰する銘柄とか、自社株が大きく発表した、開運株とか大きく上がったりとかしてる。もちろんそういったところもあるんだけど、 逆に決算、現益が少し目立ってて、急落してる銘柄とか多いわけですよ。さっき言ったファナック期限ス、しかりですね。しかも利益率低下っていう思いつき。はい。その関係で理論値が最近また下がってきてます。で、そこのデータをちょっとその見合わせていきたいんだけども、見てほしいのが日経平均のデータ集ですね。これです。はい。8月4日時点での日経平均の1株当たり利益が2137.63円。 直近ずーっと下がってるんですよ。ここあたり2176円だったのが、一株あたりの利益が2137.63まで低下で。その関係で理論値も下落。PR15 をかけてもらうと、今の数字に。PR15 倍の時の日経平均の理論値が32,064円。さっきその日経平均のラインに書いてるところですよね。で直近高いところ見てもらうと、理論値32,718円とかもあったんですよ。そこからずーっと下がって理論値が低下してるんですよね。イコール全体的に決算が振るってないっていうところ。 あの、平均が下がってるってことは。で、そういった中で、来週、レーザーテックであったり、ソフトバンクであったりとか、東京エレクトロン。特にソフトバンクと東京エレクトロンに関しては、日経平均への与度が高いっていうところもあるので、理論値への与度もでかいんですよ。そこの決算がどうなるかどうかっていうところは、めっちゃポイントになってくると思う。とりあえず、最近、そのベンチマークとなる理論値が、少しじりじり下がってるってところは、あの、やっぱし気になるところかなって感じがします。 気になるところかなって感じがします。で、その他のデータを見てくるんだけど、投資主体別売買動向。はい。7月28日の週。海外投資家。これ現金部分ですね。738億円買い越し。だけれども、あの、6月のにあった買い入れペースっていうのはもうないですよね、全然ね。まあ、8月夏枯れ相場なんで、7月はそんなに手入れてないよ、買いの手は。っていう状況。で、個人も売り越し。だけども、これ、信用で600億買ってるんですよ。 現金で、あの、現物で1900億円売ってるんだけども、個人は。信用では600億円買っ越しなんで、差し引きマイナス1300億って感じです。で、投資信託とか、あの、信託銀行とか、証券所がは一応こんな感じかな。うん。まあ、あの、換算としてますよね。特に海外では買ってきてないってところが最近の、まあ、日経平均ボックスでの推移ってところに繋がってるから、逆にこれがね、売り越してきたら困るんですけどね。で、売り越して困るなと思うのがドルベースと日経平均見ても思うんですよ。売り越されてたら。 ま、ちょっとそれの話はまた後うするんだけども、あと、騰落レシオ。ここに関してはフラットですね。8月4日時点。あの、80を下回ってるところはありません。 えーで、当落利賞っていうのは、日中値上がった銘柄数と値下がった銘柄数の比率から求められる指標で、120を超えると変われすぎ、8を下回ると売られすぎなんだけども、いるわけしてると思うんですよね。青と赤で。今のところその、どっちでもないですね。至ってフラットな状況が続いている。で、昨日日経平均33円高してるじゃないですか。これなんでなのかっていうと、ショートカバーです。入ってます。 5%ぐらい。要はその、昨日の空売り比率を見ると41%なんだけど、その前の日が46%だったんですよね。46%台から41%台に空売り比率が低下しているので、これね、あの、空売りの買い戻しが入ってます。はい。で、やっぱりその週末だったってところと、あと昨晩アメリカの雇用統計ところが発表されてきたので、なので、やっぱり重要イベント控えてたからところで、一旦ポジションの巻き戻しが入ったっていう風に考えたら正しいのかなと。 最近ショートね、入ったり抜けたりが極端に大きく、あの、出てるので、数値として。はい、あの、昨日の動きは、あの、ショートカバーによる寄与も結構あったんじゃないかなというふうに思います。で、昨晩発表されたアメリカの雇用統計はちなみにどうだったのってとこなんですけど、これです。 はい。アメリカの雇用統計、雇用者数18.7万人、市場層20万人を下回ってきました。失業率も予想より低下3.5%。で、平均時給が4.4%で、市場層の4.2%を超えて、やっぱりその、給与まあ、平均、まあ、給与の上昇率は高いよねっていうのが、また出てきてるような状況、伸び率は高いよねっていうのが出てきてるような状態なんですよね。ただ、直近のそのアメリカの民間雇用統計が市場層を余って32万人、 まあそれを受けてからね、やっぱその金利が上がったっていうところがあるので、どっちかというと今回はあの雇用者数18.7万人で市場層を下回ったところが、アメリカの金利低下っていうところに寄与してるのかなっていうふうに思います。ただね、やっぱその平均時期は4.4%上がってるっていうのは、市場層を超えてきてるっていうのは、まだまだやっぱりその FRB としては対応していかないといけないよねっていうのが透けて見えてますよね。あの今回だからね、0.25%の利上げ FOMC で FRB 決めてきましたけども、はい。 とりあえずね、あのそういったやっぱしあのデータ出てきている。で、アメリカ株は昨晩それもあって、アップルも急落したってしてっていうところで下げですね。で、日経平均のチャートに戻るんだけども、もしですよ、仮にここ、7月の3日で高値、まあ、ここ急落前の高値ですよね。はい、ここ高値として日経平均がこの後調整してくるとするならば、高値から半年後はちょうど年末なんですよ。 ま、1月2日とか3日とかここあたりですよね。高値から半年後です。これね、あの、信用の記事なんですよね。信用取引、高値で買った人たちは半年後には必ず売らないといけないんですよ。売ってる人は買い戻さないといけないんだけれども、それがちょうど年末にぶつかってきます。もしここで高値取ってきて、あの、調整入ってくるなら。まあ、調整してもね、あの、9月末配当取りがあんで、そこに向かってまた一旦上がってくるかもわかんないけど、高値から半年後が、ここだよっていうのは意識しとかないといけない。なんでなのか、もう一回見ましょう、データを。 日常合計の信用倍率。これが、要はその倍率高いからですね。7月と28日の週、売り算8700億円入ってるんだけど、信用の買い算が3.6兆円入ってるんですよ。売りよりも買いの方が4.15倍多い。信用評価総益金数はちなみにマイナス9.07%。これ、高いです。倍率が。要はその信用の買いがめちゃめちゃ入ってる状況なんですよね。この段階、この数値が出てる段階で年末に行ってしまうと、12月相場、 損益通算最終日に向かってボトム取りやすいよっていう傾向があるんですよね。で、去年の相場もそうだったと思うんですよ。2022年の末。はい。大きく下がってると思うんですよね。ここあたり。年末年始にボトムつけてから、そこからぐーっと上がってるでしょあの、税制上の売りなので、強制のあの、売りたくなくても売ってくるんですよ。あの、税金の還付がもらえる可能性があるから。はい。税制上の売りが出やすいですよね。 なので、あの、その時って、あの、個別銘柄ごとにはバリエーション以上に、いや、その安くなってしまったりとか、大きく下がってしまったりもするんだけど、その時って結構買い場になりやすいです。そういった傾向があるんだけども、この時の日常合計の時給も、まあ、4、5倍なんですよ。はい。このあたりですね、2022年の12月30日。ここ見てほしいんですけど、時給が4倍とか5倍とか言ってるでしょ。こういったデータ、しかもこの時って信用の改ざんで3.3兆なんですよ。 はい。こうい、今の方が多いんですよ。3.6兆イコール、やっぱその年末の12月このまんまでいっちゃうと、また、また、損の強算に向かってね、売り込まれてくる可能性もあるので、まだ4ヶ月、5ヶ月先なんだけども、ちょっと意識しとかなくちゃいけないよねっていう状態になってるかなと思います。皆さん、あの、先のことだけど、あの、しっかりと意識しとってください。何だったらスケジュールに書いてほしい。あの6月、7月、またあの、12月、年末、今の状態が続くと、もしかすると12月とはまた弱くなってくる可能性があるよねっていう,いうところは。 はい。これ2018年もそうでしたからね。あの、僕のこれ経験則として持ってて、あの、皆さんにもね、あの、話してたところなんで、昨年の末とかも、うん、年末安になる可能性があるよねっていうのは、あの、ずいぶん前から言ってましたから、あの、そこはね、あの、把握しとってほしい。じゃあ、日経平均への今回上下に寄与した銘柄、まあ、そこはどこだったのか見ていきましょう。上昇気温1位、東京エレクトロン、0.88%上がって、日経平均18円を仕上げてます。で、その下に、カオ、ソフトバングループ、t d k コナミ、 っていうふうに続くんだけども、で逆に下落企業トップはキッコーマン。はい、4.5%下落。ファーストリテイリング、ニンテンドー。まあ、利益率改善したのに、ニンテンドー大きく下がった。2.91%逆に下落したよ。材料デクシーってらしいんですけどね。で、ヤマハ、KDDI という形で、あの、ここあたりも下がってるんですよ。高決算発表された、あの、ニンテンドーとか売上高い営業利益率が40%に改善してるのに下がったりしてるんですよね。ちょっとね、あのー、弱かったなっていう感じがする。 まあ、あの、期待先行で折り込まれながら上がってたって言われたら、まあ、それまでなんだけど、利益率40%まで改善してるんですよ。売上高とか営業利益の伸び率とか見ても、まあ、悪くないので、まあ、こういった決算でも下がってるよねっていう。まあ、逆にその自社株買いとか発表した海運株とか大きく動いてるんですけどね。そっちの方がやっぱ高く評価されてるような感じはしなくはない。で、個別銘柄の動き見ると、さっきも言った通り、まあ、東京エレクトのさっきね、あの、一番だったじゃないですか、日経平均の強度。 でも、これ最も重要なのは決算です。はい。ここ。8月の10日。特に東京エレクトロンって売上に占める中国の比率が2、3割あるわけですよ。最近中国関連のハイテク銘柄ってあの、下押してるんですよね。特にその、ァーナックであったりも、決算後急落してから、こう、ドドドって下がってるでしょ。で、キーエンスも今回決算で下がってますよね。 で、今回ね、やっぱり出てきた決算こんな形で、中国を中心として、設備投資抑制の動きが見られているほか、まあ、人件費のコストの増加っていうところが、利益率の低下をもたらしたよっていう風な、ものが出てるんだけど、出てるんですよ。こういった情報がね。そういった中で、やっぱその、 東京エレクトロンの決算どうなのとか、あとレーザーテックは来週の月曜日なんだけど、8月7日決算でしょここも売買代金ランキングトップなんで、直近ハイテク半導体大手の決算があのずっこけてるから、そこあたりでやっぱすごいあの、気にしてる。特にさっき言った日経平均の一株当たり駅に対する東京エレクトロンの強度とかも高いし、あとソフトバンクグループの決算も8月の8日に控えてるわけですよ。はい。ここね。 火曜日。もう月か、もう8月7日、8日、あと10日っていう形で注目決算がパパパって出てくるような形なんで、すん、なんかね、あの、あれそんな感じもしますよね。S 九州ってところもあってね。うん。はい。ちょっとね、気明かりなところはあるかなぁ。で、反面もちろんね、あの、強いところもあるんだけどね。あ、ちなみに TDK とかも急落ですね、決算もね。10%。 で、もちろんその強いところもありますよ。海運株、川崎汽船であったり、日本優先であったりとか、まあ、商船ミスにも上がってんだけど、もう日本優先なんて自社株買い17%発表した関係で大きくバって上がってるじゃないですか。あの、今年の流れですよね。やっぱその PBR 改善、投資の、はい、あの、手こ入れってところ。PBR 一倍割ってる銘柄に対する手こ入れってところ。今年の、要はその前半戦、まあ、テーマは3つだと思ってます。まず1つ、ウォーレン・バフェットさんの日本株買いの大号令。まあ、これですよね。 はい。それに伴って海外投資家が日本株を一気にこうバババって買いに来た。特に中国マーケットとかも大きく下がってたんで、中、チャイナマネーが日本の方に入ってきてるっていう話も出てますよね。やっぱあそこあたりも勢いこう、ブースター働いたところもあると思うし、それに、それが一番目ですね。で、それに対して、要はその、を仕掛けてた人が結構多かった。だけれども下がらなかった。逆に踏み上げてきたんで、ショートカバーだよね。空売りの買い物しが日経平均を まあの大きく押し上げる、ブースターとして燃料として働きましたよ。そこに、さっき言った東証の PBR 1倍割れ、ね、名画に対する手こ入れ、ね、通常だったら半年一年、まあ、その年単位で、いつね、PBR 1倍の水準まで戻るかっていうところを見た方がいいですよっていうのを毎回ライブ配信で。 あの、その大号令が入る前とかね、安い時とか話してたんですけど、長期で見ましょうっていう形で。それが、ものの半年ぐらいで、一気に PBR1 倍を超えてきたわけじゃないですか。大体の主力の銘柄とかはね。はい。この3つですよね。前半戦のテーマ。特にショートカバーってところが、やっぱし大きく寄与してたところはあるのかなっていう感じはします、個人的には。うん。燃料としてね。なので、まあ、あの、こういった風にね、あの、 そういったところに順ずる、要は政策、施策を取ってきた銘柄ってね、しかも自社株買い16.7%ってでかいですからね、上限2000億円としてるんですけど、川崎線も4.7%に当たる自社株買い発表ってところでしょ。まあ、あの、順次ね、こういったところっていうのは、あの、やっぱり評価される運びになってるみたいですね。で、あとその9月っていうのが配当月でもあるから、後輩通り回り銘柄は一旦押したとしても、 9月末に向けてまたね、やっぱ市息吹いしてくる可能性ありますからね。そこあたりは、あの、ピンチをチャンスと見るかどうかですよ。まあ、まださ、あんま下がってないんだけどね、後輩通り回り銘柄ね。もし、あの、今後、要する8月ちょっと押すような時期がある、ところがあるなら、9月の、9月に向けて後輩通り回り銘柄を仕込むっていうのは一つ面白いよねっていうふうなことは前から言ってます。はい、最近言ってます。皆さんそこあたりは、リストアップしっかりしていきましょう。で、あとそのドル円。はい。 141円の77 0円まで今円高進行しています。まあ、昨晩ね、アメリカの雇用統計とかも関係してるんですけど、金利がね、アメリカの方が下がっちゃってるんですよね。2年債利回り、5年債利回り、10年債、20年債利回り。はい。一旦経営低下してます。雇用統計を受けて。で、その結果、あの、金利が下がったんで、ドル売り円買いが入って、ドル円が141円の77円まで、 戻ったよねっていう動きが入っている。で、円のネットポジションはまだ積み上がってるんですよ。これですね。あの、円の投機的ネットポジションなんですけど、これね、0を下回ると、ショートポジション、売りのポジションで、あの、0を上回ると買いのポジションなんですよね。まだショートは結構積み上がってるので、ショートカバー入りやすいんですよ。何かのきっかけで。で、今、日本の、やっぱ最近利回りが上がってるわけじゃないですか。10年再利回りが。はい。 えっと、日本の10年債り回りが、え、これなんですけど、0.641%日銀 YCC 修正を受けて、まあ、あの、ストッパーが、キャップが外れて0.5%っていう、強烈に抑えられていた蓋の隙間が空いて上の方にスル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 上がってる。で、次のキャップは1%にビシってね、あの、決まってるんだけど、もう蓋が閉じられてるんだけど、 柔軟化っていうところで、ある程度の金利上昇は、ま容認するよっていう発言をしてきて中で、試すような形で上がってますよね。期間が売ってきてるのかどうか、債権を。債券売りで、債券価値が、単価下落、金利上昇っていう形で動いてます。今、日本の10年債利回りまあそこを受けてからね、銀行株とかね、直近その発表当時は、バーンって上がって、今ちょっともみもみしてますけどね、高値状態で。はい。銀行株をね、上がってほしいですけどね、 後配当利回り銘柄で9月も配当好きだから。うん。まあ、10年差利回りこんな形もあるんで、日本の金利が上がってるから、やっぱりあの、円も変わりやすいっていうところではあると思う。そんな感じかな。ただ、あの、その関係で、やっぱし、ドル建ての日経平均はどうなのかっていうのを見てほしいんですよ。これ日経平均あることのドル円ですね。海外投資家見てる日経平均はこれなんだけども、要はその、ドル円の変動リスクを考慮してるんですよ。 今、三角持ち合いのレンジを下回って、下っ離れてしまったんで、はい、あの、ちょっと下げちゃってるんですよね。ここを見て、海外投資家が次の投資したい別売買投稿で、売りに転じてるかどうかっていうのがめっちゃ気になるところである。 この三角持ち合いを、まあ意識していたと。で、下回ったんで、あの、直近買っていたところから売り越しに転じるとか。あの、もしそのデータが出てくるならば、あの、またちょっとね、下押し圧力入りやすくなるかなって思うんですよね。だから次の、あの、投資主体別売買動向のデータっていうのはかなり重要だっていうのは覚えておかなければいけない。じゃあ、あの、そこもひっくるめて他の指数も見ていきましょう。トピックスは0.28%上昇です。日経平均よりもパフォーマンスはいいです。ボリバの調整25日ラインに止まってますよね。 この関係から見れるのは何,か何なのかっていうと、トピックスへの優位性。これ NT バイリスですね。日経平均をあることのトピックス。上がると日経平均優位。下落するとトピックス優位。イコール、上がると日経平均への与度の高い銘柄が強くて、下がるとトピックスへの与度の高い、例えばその時価総額の大きいバリュー株ですよね。そういったものに、要は物色の手が入りやすいよ。っていう傾向が出てくるんですよ。で、下がってるのでトピックス優位なんですよ、今。だから自動車関連とか最近進んでた関係で上がったりもしてたでしょ 豊田であったりとか、決算も出てからね。はい。で、あとその、今回やったら海運株とかもまあ上がってるっていうところで、やっぱそれに準ずる銘柄のパフォーマンスがアウトパフォームしてると思うんですよ。日経平均への強度の高い銘柄よりも、東京エレクトとか、やっぱソフトバンクとか最近ちょっと揉み込んでるから、だからそこあたりがやっぱその銘柄選別の時に重要だったのかなっていう感じはします。だと思います。あのこれ毎回言ってるやつですね。あとマザーズ。ここは0.38%上昇で、昨日は一番上がっていた。 はい。で、マザーズへの手が入ってくるかどうかですよね。中古型株の手。短期的なトレードですね。あの、夏なり相場なので、換算としやすい大型株があんまり動かない。まあ、ただら動いてるんだけどさ。はい。動かなくなってくるって中で、要はその、短期税が中古型株に短期マネを入れてくる可能性があります。だで、これに関しては、 あの、好き好みがあると、あの、ある、好き嫌いがあると思うのであれなんだけど、もしガチャガチャデートレとか好きだよって人は、中国型株をちょっとピックアップしてると面白いかもしれないねっていうのは毎回言ってる通りですよね。もしかすると、懐かれそばに選択されて動いてくる可能性もあるので、そこは、あの、リストアップして、用意ドンで動けるように準備しておきましょうっていうのは前から皆さん言ってる通りです。はい。 ただね、あの、無理にする必要はない。あの、大型株の方が好きだし、中古型株やりたくないよって人は、あえてする必要はないので、そこはね、あの、臨機応変に対応してほしいかな。うん。で、えっ、ー、と、ちなみに TM 倍率は若干下落、基調で、トピックスからマザーズの優位性が少し見え隠れしている。で、NM 倍率も低下で、ね、日経平均よりもマザーズの優位性が出てるっていうところで、ちょっとマザーズよりにね、あの、優位性はシフトしてきてはいるんですよね。はい。そこあたり皆さん、あの、しっかりと把握しとってください。じゃあ、 ちなみに、昨晩、米国株はどうだったのっていうところなんですけど、ニューヨークダウは150ドル安ですね。はい。いつも通りです。あのー、僕のチャンネル見てる人にとっては、あの、この作業はいつも通りです。なんでかっていうと、バンドオーク終了後の動きですね。バンドオーク、日足がボリンジャーバンドの上の青ライン、プラスにシグマに沿って上がる強烈な上昇トレンドを形成しています。日柄調整が入ってパラボリック、 あと、マックディア、ゲラクトレンドを形成すると、一旦ボリバーの中央線、この赤のライン25日までの、軌道、移動平均線までの、軌道修正が入りやすいよっていう一連の流れ。もうこれ、あの、前から何度も何度も言ってるような、あの、テクニカルになるので、はい。もう、ま、下がるところまで一旦落ちたねっていう状況ではあるよねで。で、S&P500 もそうまあ。ま、0.5%ゲラクで、ただ、ここに関しては、ダイバージェンス効果とかも出てて、直近の、 下へのサポートラインを割ってきてるんですよ、少し。要は、ボリバーの中央線、この赤のラインと25日移動平均線、この黄色のラインをボトムラインとした綺麗な上昇パターンを描いていました。で、そこから、レンジが下の方に切り下がってるわけですよ、ライン、切り下がって。で、これ、5日移動平均線と25日移動平均線がデッドクロス組んでくるなら、いよいよチャートぶっ壊れみたいな形になるので、そこは再度えとしてし特にダイバージェンスが出てる。冷足の割れ抵抗ライン切り上がってるのに、RSI の割れ抵抗ラインは切り下がっていて、 m a c D の生まれていこない切り下がっている RSI のここの下に抵抗ライン割って下にストーンですね。はい。ダイバージェンス効果です。日足を見ると上がってあの強そうに見えるんだけど RSI と m a c D の生まれていこない切り下がっているイコールトレンドが弱まってたんですよ。で、そこで一気に下の方にドーンと突っ込んでるわけでしょ。はい。で、このパターンも出てるという中で、あとはビッグス指数、市場の不安心に表す教指数が急騰してるんですよ。これちょっとバンドークっぽくなってて。 ビックス指数、あの、恐怖指数が上がると株は下がりやすい。逆にビックスが下がると株は上がりやすいっていう性質がある中で、久しぶりに大きく上がってきてるんですね。で、200日ラインまでまた上がってくるのかってところであるんだけど、8月相場はちょっとボラが高いよねっていう状況ではあるよね。で、あとナスダックも0.3%下落。ここもダイバージェンスです,ですよ。 東の割れ抵抗ライン切り上がって、RSI と MACD の割れ抵抗ライン切り下がってる。で、RSI の下に抵抗ラインを下回って下にストーン。で、ここも規則正しいボリバーの中央線25日ラインをボトムラインとした、まあ、上昇波動を形成していたよねって中で、ちょっと割ってきてる。で、ソックス指数アメリカの半導体株指数は0.2%下落ですね。あとは。で、ここから見る、要はその優位性のところなんだけども、 まず見てほしいのはセクターローテーションですね。GV バイレス見てほしいんですよ。下っ離れてバリュー株です。これ何なのかっていうと、サンドビー500のグロース株指数あることのバリュー株指数。上がるとグロース株優位で、下落するとバリュー株優位。この三角持ち合い最終到着点で下っ離れたので、グロース株よりもバリュー株の方が優位性が高いよねっていうマーケット試合になってます。て、昨晩、アップルも急落してるってところでかいですよね。で、あの、そこを、まあ、とりあえず踏まえた上で、 バリュー株が強いよね。じゃあ、セクター別の騰落率見ましょうよ。一番下がってるセクターは、インフォメーションテクノロジーセクター。で、ここ見てほしいんだけど、ボリバーの中央線25日ラインをボトムラインとした、綺麗な上昇の典型的なパターンを組んでる中で、5日と25日のデッドクロス形成が入ったんで、一旦チャートが壊れてます。はい。下押し発力入ってる。で、あと次は、ユーティリティですね。 1.2%下落。で、あの、生活必需品、不動産セクターも下がってると。まあ、直近金利上がったからなんだけど。で、逆に上がってるのが一般消費者債。これはアマゾンです。8、9%上がってるんで、アマゾンが急騰したから決算後に。だから、大きくここを上げている。で、あとそのエネルギーセクターも上げてるんだけど、エネルギーセクターはサウジの原産とかね、オペックのところ。はい。そこを受けて今、WTI 原因がまた高値取ってきてるんですよ。82.59ドルまで上昇。だからエネルギーセクター上がってるよね。 OK。あの、根拠は分かった。なんでセクターがこういう風に動いてるのか。じゃあ、個別名柄どうなの上がってるところを見ましょうか。Amazon、決算後上がってますよ。はい、8.3%。まあ、ボリンジャーバンドのプラス4シグマにタッチしたんで、昨日のライブでも言ってたじゃないですか。一旦上ヒゲ伸ばしてくるよね。まあ、その通りになってると思います、ほら。で、あと、アムジェンであったり、クアルコム。で、アドバンストマイクロンデバイス、AMT に関しては、 バンドの幅が狭い中でトンネル形成しているので、この後バンド奥に発展しやすいよね。バンド奥に発展した方に動くよっていう状況。台湾セミコンダクタも下押しの入っている中で1.24パー昨日は100日ラインであの取ってきてる、上がってきている、マイクロソフト、ウォールド・ディズニー、デルタイアラインとか。 はい。あの、こんな形で、あの、上昇上位は動いてる。NVIDIA も決算間近ですね。ここもその規則正しいパターンを描いているので、25日と5日のデッドクロス形成はチャートぶっ壊れっていう形で、あの、意識されやすい。で、逆に下がってるのが、あの、決算後ブロック。スクエア9ですね。会社名が。仮想通貨関連名柄13%の急落です。で、特筆すべきはア,アップル。引き安値で急落してるんですよ。4%以上。で、ここも見てもらったらわかるんだけども、はい。規則正しいパターンですよね。 それが今回ぶっ壊れました、決算で。はい。ぶっ壊れてます。で、これは、我のライン切り上がってるじゃないですか。RSI とマック d ーの我テープライン切り下がって、RSI のここのきれにはまっていた下にライン割って、下にストーンですね。ダイバージェンス効果です、これも。このダイバージェンス効果の解説に関しては、あの、この動画を最後まで見てもらうと、4つのサムネイルが出てきます。そのうちの爆撃戦略4というタイトルの動画を見てもらうと、あの、すぐにわかるので、 急騰後に出やすい急落の形ですね。そこをあのよかったらあの皆さんチェックしとってもらえると嬉しいのでよろしくお願いします。はい、で、あとそのアップル下がってるでしょで、6、まあ、決算後に上がってから一旦押されてる感じだよね。ユニティソフトウェアも下向き方向、カーニバル、ペイパルも決算後に連続2日連続急落。急落3日までなので、まあ、来週一旦戻してくるか、自立産物入るかどうか。で、テスラも2.1%、e、下げ。 あと、キャタピラーであったりとかさ、あの、ここあたりまで強かったんだけど、一旦押されちゃってるよねって状況。ちょっと、あの、ガーフ a ムの中で、強弱ついてきてますよね。マイクロソフトとか、もう決算後に下がってるわけじゃないですか。マイクロソフトね。で、アルファベットは決算後上がりましたよ。アップルは決算後急落ですよ。で、アマゾンも上がってるよね。決算後。で、メタ、はい。0.7%? はい、これ、一旦あの下げ。スレッズの利用者数が半減してるらしいですよね、これね。今日ニュース出てましたけど。はい、では、さっき言ったテスラ、決算後下げ。で、あとその、あとエヌビディアっていうのが、先々にちょっと決算が控えてるんですけど、8月末ですね。アメリカ感、崩れてきてるんですよね、少しね。一銘柄で。アップル関連銘柄、村田とか、そこあたりが来週どう動くか。 円高進んでいるので、輸出関連、まあ、自動車関連もちょっと下押し合わせ力入りやすそうだよね、最初はっていう、そういった動きは見て取れている、でその他の指数、中国は強いです、上海総合指数は0.23%小幅に上昇、深センも小幅に上がって、香港ハンセンも0.61%上がってる、まあ、中国市場にちょっとマネーが回帰しているってニュースも出てきてるぐらいです、中国株は若干そのリバウンド、ボトムアップっていう感じかな。 で、欧州市場も、あの、昨晩上がってるんだけど、ドイツダックスとかユーロストックもですね。ただ、直近高値からは、あの、3日連続下がって、急落3日目の一旦の自立反発なんですよね。で、ビットコインはドル建てで29,513ドル、で、円建てで言うと413万円で、まあ、まだその、弱い動きをしている中でリ、アメリカのリー、日本のリーと、アメリカのリーとは、ちょっとその、金利の上昇で押しているような形かな。うん。 下の方に押してるような形かな。で、えっと、コモディティで言うとさっき言った通り WTI は上がってて、まあ、エネルギーセクターが物色されてるよね。ただ、あの、金利上昇、ドル指数の、あの、上昇っていうところ直近起きて、ゴールド安全資産である金は、あの、ちょっとね、あの、1942円台で揉み合ってる。まあ、ちょっと下げてるような感じかな。下げてるような感じかな。なので、現状のマーケットの動きを見たんですけど、 まだ弱いっすよね。日本株に対しても、やっぱその中国決算が控えてるので、さっき言ったレーザーテックソフトバングループ、あとはその東京エレクトロン。そこで、もし日経平均の一株当たり利益、理論値が引き下がってくるなら、やっぱ下押し圧力入りやすくなってくるし、うん、ちょっと夏枯れ相場に狙われたっていう感じですよね。で、米国株に関してもアップル急落、これがやっぱしハイテクのを引いて、バリューシフトっていうのが起こってるわけじゃないですか。 ビックス指数が17.09に上がってるので、8月の変動率はちょい高め。ダイバージェンスも発動してるというところで、ちょっとね、あの、調整は余儀なくされるのかなという感じがする。すぐにこう切り上がってくる。もうお盆明けぐらいからだよね、日本株をね。で、あの、8月のその夏金相場、まあ、あの、換算とした時に中国型株が短期的に動いてくる可能性があるので、デイトレイを メインにしてるような人は、そこをちょっと狙い目になる可能性があるから、ま、そこをちょっと準備しておかなくちゃいけないよねっていうところと、まずはその優位性がちょっと出てきてるからね。あとは、その9月末相場に向けての後輩と銘柄がもし、あの、押した場合、そこに向けて、またその、はい、買い戻しが入ってくる可能性があります。来月です、9月は。1ヶ月前から、やっぱしその、8月から動いていかないと、出遅れるっていうか、乗り遅れる可能性があるので、そこは、あの、もしチャンスがあるんだったら狙っていきたいところ。 後輩通り回り目、あの、他の銘柄もね、大きく投げられてる銘柄あるじゃないですか。はい。安いところでは拾いたいですよね。ピンチはチャンスなねで、まあタイミング合わせて、打心買りから入ってくるっていう感じで。はい。やっていきたいところではあるんだけども、まだちょっとマーケットはブレてる。うん、日経平均は窓とかあるから3万2000割ったら3万3000までいくのかなっていうふうに思っちゃうし、日経平均窓開いてるからね。はい。ここに窓が開いてるので、3万円ぐらいのところに。 この窓を埋めしてくるとやだなっていうふうに思って、あの、見てはいますけど、ただ、やっぱその、今週ね、やっぱし、含み損を変えちゃった人もいると思うんですけど、諦めないでください。僕も諦めないんで。あの、できるだけサポートはしていくので、ピンチをチャンスに変えていきましょう。下がったら安く変えるチャンスなんだから。はい。あの、損したから、もう諦めて、もうマーケット見ない、いやめたんじゃなくて、そこから、じゃあ、あの、タイミング合わせてどうしようかっていうのを、毎日毎日考えていきましょうよ。はい。あの、必ずチャンスは来るので、 上がったら下がるけど、下がったら上がるんだから。それがマーケットなんで、下がったものは買い戻し、また入ります、どっかで。はい、あの、そこをね、あの、しっかりと、夜のライブ配信とかでも、皆さんと話して、あの、相談とかにも持ってきますから、あの、狙い、タイミング合わせていきたいなっていうふうに僕は思ってます。で、えっと、僕の配信に関しては、ちなみに夕方のこのあの、配信と、夜のライブ配信と、あとメンバーシップの動画と、ツイッターからの情報、この4つで、1つです。 どれか一つを抜かしても、やっぱし僕が伝えたいことすべてを伝えることはできないんですよね。なのでよかったらまだツイッターフォローしてない人がいたらそっちの方フォローしとってほしいし、あとメンバーシップでテクニカル分析の勉強会やってるんですけども、はい、あの、ちょっとお知らせです。あの、ビップメンバーさん、再現性のヒント、さっきも言ったんですけど、言ったか、言ったかなえっと、土日限定で再現性のヒントを公開します。限定配信ですね。あの、ジョイプランでじゃないと見れない動画を、あの、ビップさんでも見れるように今回しますんで、ツイッター4万人通過記念でね。あの、 メンバーさんは必ずそれ見とってください。で、ゲストメンバーさんはシャープ18の動画は今日で消えますので、そこは必ず確認と、あと6、3ヶ月20%オフクーポンも Twitter4 万人通過フォロワーがね、記念で出します、今回。概要欄の下の方にありますので、もしね、あの、今以上に力をつけたい、今の局面乗り越える力が欲しいっていう、まあそういった理論無双を進めていきたいという方がいたら、あの、よかったら、あの、使ってください。メンバーで検討してる人はクーポンをですね、安いんで、はい。20%オフなんでね、毎月毎月ですよ。3ヶ月間。 はい。よろしくお願いします。この夏枯れ相場、休むのもあれなんですけど、あの、差をつくと思うので、みんなでルロムソやっていきましょう。というわけで、皆さん最後までご視聴いただきましてありがとうございました。最後よかったら、チャンネル登録と高評価ボタン、押しておいてもらえると、すごい嬉しいので、よろしくお願いします。お疲れ様です。撤収